ホーム開幕戦を白星で飾ることはできませんでした。日本ハンドボールリーグ男子の第2週が2日に行われました。神埼市に本拠地を置くトヨタ紡織九州レッドトルネードは神埼中央公園体育館で沖縄県の琉球コラソンと対戦しました。トヨタ紡織九州は前半を10対11で折り返すと、後半はキム・ドンチョル選手の連続得点などで逆転に成功。一時は4点差をつけましたが、終盤に7連続失点を喫し、23対26で敗れました。通算成績は1分け1敗。トヨタ紡織九州は9日午後4時から熊本県の山鹿市総合体育館で愛知県の大道特殊校と対戦します。